はい、こんにちは。カンピオーネの辰巳です。5 0メートルを早く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。えっ、ー、と今日はええー、と平泳ぎのえっ、ー、と調子をえっ、ー、と保つためとか、えっ、ー、と平泳ぎのえっ、ー、と調子が悪くなった時にえー、やっている。何かあのドリルとかありますか？っていうちょっとね。あの話がちょっとあったのでちょっとね。あの、僕流に僕流のあの平泳ぎの。 調子を、ね、保つためとか、平泳ぎの調子を逆に上げるためにねやってる、えー、とトレーニングというのを、えー、とちょっと,、えー、とご紹介いたします。で、えー、とまず、えーとね、僕はあ,んまあんまりあの今もちょっといろいろ体の問題とかもいろいろあるんですけどもあのちょっと、ね、ガン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 練習つぶということはないんですけども、えーとまあ、この間たまたまねあの新春マスターズにね えと50ブレにね、久々に、何年ぶりかな、ちょっと分からへんけど、2年,2年ぶり ?2 年ぶりぐらいかな、あの公式戦はね、えーと、ちょっとあの、出る機会があったので、そのとまね、えーまあ、やってたドリルが結構ね、肩にはまったので、えーと、それね、ちょっとご紹介ね、いたします。で、僕がやったのは、あの50メートルを3本です、3本ね、3本の、えー、とドリルを。えーと 週に2回ぐらいね、朝ね、ちょっと取り組んだんですけども、でまずその1本目ね、ね1本目は、えー、とバタフライのね、キックを1、2、3、4回ね、4回蹴って1回呼吸ね、1、2、3、4ね、1、2、3、4ね、4ねはい、この、えーとまあ、いわゆるドルヒラですよね、えー、とドルヒラを、えー、とまず1本ね、 いきますでこれで、えー、と目的として、えーとね、ポイントとしてはあまり上下度ドーンドーンドーンパーじゃなしに、ね、上下度をあまりつけずにドーンドーンドーンパーで、ね、前にまた入ってドーンドーンドーンパー、ね、でこれをまずあのー、1本目で。 えとや,ってやっていきましたほんで目的としてはこのドルヒラをやってねどんどんどん呼吸の時のしてからの重心移動が比較的にドルヒラはあのすごくねあの体に身につけてくれますので、えー、とそういう目的でねまず1本ねやりましたねで2本目2本目は2、えー、キックね ツーキックね。ツーキック、ワンストロークの平泳ぎ。これはもう、もうみんなベタですよね。ベタにやってますよね。はい。で、この時のポイントとしてね、あの、まあ、蹴って、蹴って、ね、呼吸するね。蹴って、蹴って、パーの時に、さっきの1本目のドルフィラのような感じで、前にねつ、前に突っ込んでいくっていうことね。前に突っ込んでいくってことを、えーと、意識しながら、

1>, 1、2、3でクロールのキックで、クロールのキックで手は平泳ぎね、これを行きしないって、で帰りしな返りしなは2回キック打って、2回平泳ぎのキックを打って、1回呼吸する、このドリルね、えー、とやっていきました。ほんで、この目的は、えーと、クロールキックね、クロールキックの時は上下動が全然ないんで、だからあの平泳ぎの時にパーンとこうね、あまりこうね、 こう,変なこういう変な上下動をつけずにパーンってクロール特有のね直線的にグーンとこう動くねあのその動きをまず最初の 25m のクロールキックと手の平泳ぎのやつで覚えさせてでそ,のその姿勢で後半ね2回キック打って1回の平泳ぎをそこにねリンクさせるというような感じであのやっていくと非常に直線的にね ぐんと進む平泳ぎっていうのが体に覚えやすいのでこれをねあのやりましたそうすると割合ねあの平泳ぎの感覚がすごくよくなるので、えーとまあ、よかったらね皆さんもねやってみてくださいで、まあ、もう一回おさらいね1本目はドル平ですね1ドンドンドンパね。ドーンバタフライのキック打って1回転の平泳ぎねでこれはあの重心移動ね 重心移動をあのうまくねあのさせるように目的でやってますねで2本目はあの2回キック打って平泳ぎの手ねでこの時の注意点はさっきのドルフィ、ね、ン平泳ぎでやった時の重心移動を意識しながら取り組んでくださいねで3本目はクロールキックねクロールキック打ってほんで呼吸してね この平泳ぎのののね、ね。あのドリル、ね、でこの時もしっかりと直線的にいって書、ね、いて前突っ込む時はさっきの1本目2本目の重心移動をしっかりねあのー、やりながらあの行、ー、き,き,きしなねやっていきますほんで返り品はあの普通の,あの2回キック打って1回の平泳ぎで、えー、と泳ぎのね、バランスを 作っていきほんでこれであのー、意外とね僕はあの平泳ぎ50とか泳えでなかったんですけどこの間30秒8でいったんかなだから一応ね、あのー、も,うもう来年45歳ですけども一応30秒台ではねあのー、いけるのを維持できましたのでもしねあのちょっと平泳ぎだんだん調子悪くなってきたとかね平泳ぎあ,あの最近なんかあのー、ちょっと。 なんかしっくりけえへんなと思う人は今みたいなドリルを入れてみてください。50メーター3本でいいですよね。ね僕はサークルは1分15秒で、ね、1分15秒で大体50メ、えートルを38秒から40秒ぐらいでのスピードを3本とも保ってあのやっていきましたので、まああの、そういうような感じで、まあ、皆さん例えば35秒の人やったら、まあ、もう5秒ぐらいね。 ね、43秒から45秒台ぐらいでねそこの辺をキープして 3, 秒あの3本ねやってみてください、はい、で今日の動画まだちょっと参考になったよという人はまたねあの高評価ボタンとかチャンネル登録ね、ま、たよろしくお願いします